キャンプ飯シリーズ。キャンプ飯シリーズとは、素人ケンチが家や里でなんちゃってキャンプ飯を作って食べる、ただそれだけの動画である。はい、ということで先ほど生放送ご視聴ありがとうございました。生放送終わったということで、まあとりあえずこれ火が消えたっていうことで、本来ならこれを裏返すんですけども、裏返すんですけども、まあとりあえず裏返そうか。いやー、準備不足だったね、いろんなことが。よっしゃよっしゃ、はい、裏返した。この状態で、あ、これ、あ、もう熱くない、うん、この状態。いや、本来なら、なんかこう、くるむんですけども、くるむものも持ってきてないっていうぐらいね、もう準備不足でした。で、まあ、とりあえず、まあ、これはまだだ。できた時にこれを開けよう。で、すごく大事なことを忘れてて、本来、これ、このボンカレーのこれで食べたいがために、ここへ来て、カレーを持ってきたわけです。カレーを今日は食べるぞっていう。で、そのカレーは、実は、ここに、シラカップを置いて、カレーのルーはここに入れて、ご飯はここに入れて、食べるっていう、プランだったんですよね。そのプランを簡単にできなくなったのが、シェラカップを持ってくの忘れた。一番大事なものを、ここね、ただの皿じゃないかっていう、ただの皿でいいじゃないかっていう感じだったんですね。もう、ここを忘れました。入れて、ここで食べるっていうのが、まあ、ステータスだったんで、今回ここに入れて、ご飯入れて、カレーを入れるっていうのもやめます。やめます。いや、本来そうしたかったんですけども、なんか、これを使うには、初めを使うには、シェルカップで食べたい。それはまだ、後日、しようということです。今回、これご飯入れて、このカレー入れる、もうこの使い方ではないな、ということで、これも、カバンの中に収めます。よし。まあ、その間に、こうね、お肉でも、焼こうか。ままごとチック的なものが、素敵だろ。とりあえず、火をつけよう。うん。で、今日はね、松阪牛を買ってこうかなと思ったんですよ。実はね。結構ね、安かったんでね。でも、松阪牛、やっぱり昨日ちょっと高カロリーなものを食べすぎたんで、高級肉をやめようということで、代用として買ってきたのは、まあ、このお肉です。国産豚バラ切り落とし。豚肉です。豚肉。これね、安かったですよ。140円で売ってたんで、まあ、これをカレーの、まあ、トッピングとして食べようかなと。うん。まあ、もうちょっと火力がないか。いや、いいね、いいね。やっぱり豚肉って美味しい匂いがする。で、これがちょうど焼けたとともに、このメスティンの中に入っているご飯をひっくり返して、開封。でも味付けはね、このクロスススパイス。これでいくからね。よし、だいぶ良くなってきたっていうことで、まあ、とりあえずはカレーを一旦出そうかな。おお。うわ、ええ感じ。では、お待ちかねの開封式に行きたいと思います。いやー、どうだろう。楽しみだな。すごく楽しみ。まあ、ちょっと、ビール、もう、たまらない。さっきから何回もね、こう、手行くんだけど。いやー、あ、これ、よう、泡出るよね。うわ。あー、たまらん。あー、だいぶね、だいぶ泡出た。うん。もうしゃあない。もうこういう時はこのグローブでいこう。このためのためにこれがあったよね。行きますよ。では、開封式。3、2、1。おー！うわ、すごい！うわ、めっちゃいい匂いする。よっしゃ！カレーをとりあえずこの上に乗っけましょうかね。このカレーも美味しいんですよ。ちょっとレトルトでね、なんかアイスないんだけども。わー、いい匂いするわ。なんか、給食の時によくカレーの匂いがふわっとする感じあるでしょ。あの匂いがする。うわ、めっちゃいいやん。よし。で、このクロススパイスをここにかけるとね。よし。では、いただきましょうかね。いや、すっごいうまそうなんだけど。熱そう。いただきます。マジうまい。うまっ。いや、これうまっ。いや、うまっ。ちょっとなんか、めっちゃうまい。おお。いや、ちょっとおこげがある。立ってもうた。なんで立ったんやろ。ああ、
あ、この辺、この感じもええんちゃう？うん。ええ感じになってきたわ。ちょっとこれをちょっとカレーにつけて、カレー。玉ねぎ持ってきたらよかったな。うん。いや、うまっ。この米っていうのはやっぱり炊きたてが一番うまいね。どうですか皆さんもね、たまにこんな風に外で食べるのもおつなもんですよ。ちょっとこのもう入れちゃおう、全部入れちゃおう、一緒に食べる、こんな感じ。いや、めっちゃ、どうすか、うん、なんか酔うたわ、なんでやねなんか酔うた気分になる。ちょっとクロススパイスをちょっと最後に、うん、お、ええ感じ、ええ感じ。やっぱ味の変化っていうのは大事やからね。ババンバンババン、結構見られてるし、うん、めっちゃ恥ずかしい、めっちゃ恥ずかしい。なんちゅうかな、写真を撮られるっていうのはすごく慣れてはないんだけども、結構写真撮られるんですよね今この状態で食べてる姿がすごくやっぱり斬新なんでしょうね。こうニヤッとはするんですけどね、こっちもね。いや、バンバン写真を撮ってもらうのは嬉しいんですよ。まあ撮る方のが好きですけどね。よし、うん、よし、これで最後。うん、うまっ。あ、チーズ持ってきてよかった。よし、食べた後はしっかりとゴミは持ち帰るということで。